はい、どうもこんにちは。ブレブレゲームスへようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は周年イベントがディアブロ4で開催されている話なんですけど、それがしょぼい話と1年間を振り返っていこうと思います。ブレブレゲームスではゲーム紹介と攻略動画を上げています。高評価とコメントもお待ちしております。では早速本編いってみましょう。まずは皆さん、2023年6月6日にディアブロ4はリリースされました。アーリーアクセスとかサーバースラムもあったんですけど、ちょうど発売して1年経ちましたね。リリース当初からプレイされている方はノンシーズン、シーズン1からシーズン4まで遊ばれている方が結構多いと思います。ただノンシーズンからシーズン1にかけてのダイナーフ、脆弱とかクリティカルダメージの件や、その他にもシーズン2は面白かったけどシーズン2はいまいちだったからやらなかったよという方もね、様々いると思いますが、現在はシーズン4ですね。というわけで皆さんもご存知ですが、アニバーサリーの祝祭が始まるということで、ゴブリンの行軍がスタートしています。1年の1周年イベントですね。特にシーズン4をプレイされていない方とか、少しディアブロ4から離れている方は、このイベントの存在自体を知らない人も多いかと思いますが、少し解説したいと思います。もうシーズン4を遊ぶことがないという方向けにお話しすると、この無料ギフトを受け取ろうってところだけはやっておいても損はないと思いますね。受け取りの期限は6月20日までになっていて、6月7日から6月12日まで毎日1個ずつコスメティックが配られるシステムになっています。対象はこんな感じになってまして、馬と武器各種のコスメティックという感じですね。まあ、なので、まあ、6月20日までにとりあえずログインすれば全てもらえるという形になっていると思うので、まあ、毎日ログインする必要はないと思います。個人的にはもう少し光っていたりとか、もう二度と手に入らないような見た目のコスメティックだと1周年っぽくて結構良かったんですけど、まあこれだとね、まあそもそも手にしなくてもいいかなって思いますね。残りの2つのイベントについては、今シーズン4を遊ばれている方向けの話です。1つ目がゴブリンの行軍、6月7日から6月13日まで、シーズン3の途中にもあった、まあ、ゴブリンがめちゃくちゃ出てくるみたいなイベントですね。また祭壇でも強欲の祭壇で要注意ですということなので、まあ、ゴブリンが出てきてゴブリンを倒すと、なんか袋みたいなものと、あとはゴブリン自体からもドロップしたりします。こちらがイベント中だけなのが、ゴブリンを倒すと手に入るトレジャーバッグですね。倒されたトレジャーゴブリンが残したバッグ、アイテムパワーが最大8855の大量のアイテムが手に入るということで、まあ正直な話も最大8855のアイテムパワーのアイテムなんかいらないんですけど、まあなんかこういうものが手に入ったりします。まあ1個開けてみますか。そうするとこんな感じですね。まあ正直な話、ゴミが手に入るといった感じになってます。まあ最大アイテムパワーが855なので、まあ例えばグレートアフィックスがね、ついたものが出てきたとて使わないので、まあこれは何のためにドロップするトレジャーバッグなのか、まあ謎なところはありますけど、こういうイベントをやっています。ゴブリンの行軍についてはこのような感じになっておりまして、まあ先ほどのねトレジャーバッグについては大変しょぼいですけど、ゴブリン自体からは普通にアイテムが出るので、まあそちらを狙ってみるのも良いかなと思います。ちょっとヘルタイト回っただけでも5、6匹出てきますね。もう一つのイベント、下に書いてある母の祝福については皆さんもご存知かと思いますけど、こちらは完全に経験値アップとゴールドアップのイベントになっています。ゲーム内容的にもハクスラに近づいていて、まあ、人口を増加させる意味は大してないんですけど、まあ、経験値アップさせるんだったらもっと 25% と言わず 50% とか 100% アップにした方が良かったんじゃないですかね。こういう経験値アップイベントって、まあ、ノンシーズンからシーズン1、2、3と今4をずっとやってるんですけど、なんか細かい調整なんですよね。まあ、もっとドーンと経験値アップさせたら、今までやってなかった人とかも、お、めちゃくちゃ経験値もらえるらしいから100レベルすぐ行くらしいぞって言って、メインキャラ育てたりとか、サブキャラ育てる人も出てきそうなんですけど、まあ、なぜか獲得できる経験値とかは、まあ 25% とか 50% もあったかな。まあでも 25% が結構多いですね。確かディアブロイモータルの方でも似たようなイベントやってるんですけど、ディアブロ4の方はとりあえずこの3つが今回のイベント対象になっています。せっかくなのでログインボーナスの馬を取りに来ました。あーいいですね。ポータルとか配ればよかったのになーってちょっと思ったんですけど、ポータルとかだとみんな嬉しいですよね。これをちょっと配ってほしかったな。1周年限定ポータルなんてみんな結構欲しくないですか？今回限定のポータルとかみんなログインしたと思うんですけど、今回の馬はこちらですね。ナイトメア。
馬のスキンに関しては、まあ、そこまでこだわりがないと言いますか、まあ、なんなら初期スキンをずっと使ってる人もいるような気もするので、まあ、馬のスキンよりはポータルですよね。あ、日本時間だと受け取り終了は6月の21なんですね。はい、というわけで今回もらえる馬はこちらということですね。まあ今は6月7日なので、まあこれが6月12日まで武器とか、あとは馬の装着系のスキンとかもらえるといった感じになっていますね。ポータルが欲しかった。ポータルだと全クラス共通なんですけどね、馬もそうなんですけど、馬よりはポータルですよね。何回言うんだよってね。皆さんは1年間もしくはシーズンの一部分だけプレイした感想でもいいんですけど、どう思いましたでしょうか。正直アルティメットエディションで1万4000円程度払って購入して1年間経ったわけなんですけど、かなりいいゲームだったと思いますね。まあ、3、4ヶ月に1回新しい要素を追加してくれますし、まあ、そのシーズンごとに文句はあれど楽しむことができました。とりあえずは運営さんに感謝を伝えたいのと、まあ、自分のねチャンネルでいろいろな愚痴とかいろいろな会話に付き合ってくれたリスナーさんにも感謝をお伝えしたいですね。個人的に一番印象に残ってるのは、配信中、ライブ配信中にデュレル集会を皆さんリスナーさん参加型でやっていて、全くドロップせずヘルダイバー2を買った配信が一番面白かったですね。あとはラストエポックを買った時とか、まあいまいちなねアップデートをした時に皆さんにね愚痴に付き合ってもらったりとか、どうすればディアブロ4が良くなるのかみたいな話をやってた時とかも結構楽しかったと思っています。今回のシーズン4で普段から不満に思っている方も多くの方がね、今回のシーズン4は面白い、今回の変更は面白いと言われているので、まあ今回はねシーズン限定の要素ってものはなかったですが、まあシーズン5とかダウンロードコンテンツでどうなるかっていうのは結構楽しみにしています。ディアブロイモータルの方でも新クラスが追加されますしね、まああと 2,3 個ぐらいは追加したら面白くなるんじゃないでしょうか。あとは引き続き改善系ですね。まああまり改善に対して意欲的ではないのかもしれないですけど、ウェイポイントを開放し直す必要はあるのかとか、こんなにお金が必要になるシステムのままでいいのかとか、まあそこのところは運営さんにちょっと考えてほしいなとは思っています。やっぱ一般的な感覚として苦労してお金を貯めたものが焼き戻しとかエンチャントでなくなりました、じゃあお金を稼ごうかなっていうのはねちょっとならないですね。ハクスラの醍醐味っていうのは、今持ってる装備よりも強い装備が手に入るかなっていう感じで周回するのがメインになってくると思うので、まあ、ちょっと周回したりとかプレイを継続する要素っていうのをもうちょっと見直した方がいいかなと思います。焼き戻しの回数制限と主にお金の話ですね。はい、ではいかがだったでしょうか。本日はディアブロ4の周年イベント開催と、それが微妙な話、あとは1年振り返った話ですね。正直ディアブロ4とかハクスラに興味がない人からすると、ディアブロ4っていうのはかなり日本人には受けが悪く、まあ、あまりプレイされている方もあまり周りでは見ないですけど、まあ個人的には面白いゲームになってきてるんじゃないかなと思います。皆さんもディアブロ4に関して今現状の感想とか、今後に期待していること改善点などありましたらコメントで教えてください。今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ブレブレゲームスでした。